皆さん、こんにちは。チャンネルライダーヒロでございます。本日も仮面ライダーの新しいおもちゃ、紹介していきたいと思います。本日、紹介するのはこちらでございます。はい。トドクロニクル仮面ライダークーガ2でございます。チャンネルライダーヒロでは、第1弾、トド仮面ライダークーガ、レビューさせていただきましたが、その第2弾、ついに発売でございます。仮面ライダークーガに、登場して第1弾そしてプレミアムバンダイで現在発売中のライジングフォームセット、こちらにも入っていないクーガのね残りのフォームが今回一般販売で商品化となりました。すごい、一般販売できるんですよクーガ、さすがですね。早速、パッケージの方ね紹介して中身の方を確認していきたいなと思います。まず1番、仮面ライダークーガアルティメットフォームボディでございます。クーガの最強フォーム、仮面ライダークーガアルティメットフォーム、ついに商品化でございます。さすがですね。もうマイティフォーム、ドラゴンフォーム、ペガサスフォーム、タイタンフォーム、この第1弾でこの4フォーム出てね、これからどうなるのかなと思ったら、もうこのトントン拍子でついにもう最強フォーム商品化ですよ。いやー、すごいなー。本当にすごいです。クーガの人気のね、高さをこう実感しますよね。上はこのようになっていて、横は説明書きとなっております。後ろの方は、はい、このようにアルティメットフォームのね、完成品が映っております。セット内容の方、パッケージの方で確認しておきたいと思います。こちらの方、1番はボディですので、アルティメットフォームのボディ、そして手首がついています。握り手、そして開き手、そして変身の手ですね、こちらついております。はい、続いて2番いきたいと思います。仮面ライダークーガアルティメットフォームアーマーでございます。アーマーが入っているということで、早速、後ろの方も確認していきたいと思います。セット内容は青パーツ、そして肩でアーマー、鼻のない握り手ですね、アルティメットフォーム用のアークル、そしてさらに、そうなんですよ、ダグバと戦った際に割られてしまったアークル、こちらもついております。すごいですね。そして台座で、この開き手は超自然発火源、アルティメットフォームの技ですね。これを再現するためのこの手首がついているんですよ。すごいですね。この1番2番でアルティメットフォームが完成します。ということで、続いて3番いきたいと思います。3番、アメージングマイティボディでございます。いましたね。当時ね、放送を見ててびっくりしました。事前情報なしでね、いきなり出てきたんで、もう当時のね、あの幼稚園の自分はもうライジングマイティが黒くなったと思って本当にびっくりしました。すごいなぁ。アメージングマイティもこう一般販売ですよ。アメージングマイティもね、なかなか人気の高いフォームではないのでしょうか。やっぱりその今言った通りね、事前情報が全くない中いきなり登場したっていうので、インパクトがかなり大きいフォームだったと思います。上もこのようになっております。そして反対は黒くなったですよね。で、セット内容確認していきたいと思います。はい、アメージングマイティのボディがついております。そして握り手、そして開き手、そして先ほどもアルティメットフォームにありました超変身とかに使える手ですよね。ということで、4番、アメージングマイティアーマーいきたいと思います。はい、こちらパッケージが黒くなったってなってますよね。そしてセット内容はマスク、そして両肩、そしてアーマー一式で腕パーツ、ライジングアークル、そして穴のない握り手、こちらもついていますね。そしてサムズアップ、台座、そしてボーナスパーツとしてアルティメットフォームブラックアイの頭部もついているということで、いやー、アルティメットフォーム買った方はね、ぜひアメージングマイティもセットで買って、アルティメットフォームのブラックアイ再現するのはいいのではないでしょうか。楽しみですね。続きまして5番、仮面ライダークーガグローイングフォームボディでございます。まさかこちらも一般販売してくれると思いませんでした。グローイングフォーム、仮面ライダークーガを語る上でこちらも外すことはできませんよね。第1話、まさかの第1話ね、グローイングフォームも確か情報なかったんじゃないでしょうか。1話見て、予告に映ってたマイティフォームが全く出なくて、このグローイングが出た時、ほんとびっくりしましたもん。クーガが白いと思って。すごい鮮明に印象に残ってるんで、グローイングフォーム好きですね。上はこのようになっております。反対のセット内容を確認したいと思います。お、グローイングマイティキックですね。これ、ギノガ戦でやりましたね。もちろんね、ボディなのでボディがついています。握り手、開き手、そして先ほども言った前の時だったり超変身の時の手ですね。はい、それでは最後6番、仮面ライダークーガグローイングフォームアーマーでございます。グローイングマイティキック決めてますね。で、上はこのようになっております。反対の確
認いきたいと思います。セット内容、両肩、アハマ、そして腕パーツで、グローイングフォーム用のアークル、そして台座、サムズアップ手首、穴のない握り手、そしてマスク、そしてヨガ戦でね、まさかのグローイングフォームが活躍した時に使った、3連グローイングキックで、最後はねグローイングマイティキックなんですけど、それを再現するための足の裏の造形パーツついてるんですよ。いやー、抜かりないですね。ここまでしっかりやるのはもうさすが騒動としか言いようがありません。はい、ということで全種類の方、外箱とセット内容を、紹介させていただきましたので、ここからね一気に作って完成品の方をレビューしていきたいなと思います。時代を駆け抜け走り続ける仮面ライダーシリーズ、昭和ライダー、平成ライダー、そして時代は新たな1ページ、ゼロワン、それが俺の名だ。こちらの動画はチャンネルライダーヒルの提供でお送りします。はい、ということでシール貼り付け組み立ての方完了しました。シール貼り付け組み立てにかかった時間は1時間ほどかかりましたので、全種類一気に作る際は参考にしてみてください。それでは完成したフィギュア一つ一つ確認していきたいなと思います。それではまず1番2番仮面ライダークーガーアルティメットフォームでございます。はい、このようになっております。すごいですよね、アルティメットフォーム。食玩で商品化ですよ。見てください、このブラックの成形色、綺麗なブラックの成形色に金のライン、映えますね。本当に綺麗なんですよ。ですね、一応シールの紹介していきますと、このアーマーの前の金の部分、そして顔部分で、肩のこの前の金の部分、こちらに関してはシールではございません。でそれ以外の金のラインの部分、このここの部分とこの膝当ての部分と腕の部分、ここを除いた金のラインは全てシールとなっております。アークル周りもシールでしたね。なかなかねシール貼り付けシンプルなのでそこまで時間かからないんですが、今回はちょっとアルティメットフォーム、シールが多かったのでね、かかった時間のほとんどはアルティメットフォームにかかったんじゃないかなっていう印象です。アルティメットフォーム作られる際は、時間の方ね、気をつけながらやってみてください。にしてもですよ、このシール貼り付けでここまでの再現度のクーガのフィギュアが今食玩で出るんですよ。後ろはこのようになっております。いやー、ちょっとね正直印象で言うとシール貼り付けなかなか大変だったんですけど、それに似合うクオリティですよね。手の甲もちゃんとマーク入ってるんですよ。すごいですよね。アルティメットフォームちゃんとね、普通のクーガとは違って、マスクの造形もね4本ずつのになっていて、そして牙がある顎ですね、こちらも新しく造形されて再現されております。いやー、こだわりですね。素晴らしいです。いやー、すごいな。この金のラインの他にもね、造形でちゃんとこの黒いラインの部分もしっかり体中張り巡らされているんですよね。この造形も素晴らしいんですよ。ちゃんとライン入ってるんですよ、黒のラインも。もう抜かりないといったところでございます。こちらの商品は対象年齢15歳以上、01シリーズはちょっと違って対象年齢高く設定されているおかげで、ここの部分柔らかい素材ではなく硬いまんまで鋭利に再現されてるんですよ。クオリティ高く再現できているんですよね。触る際はね折れたりしないように注意してみてください。続きまして、3番4番仮面ライダークーガアメージングマイティの紹介でございます。はい、こちらもねすごいんですよ。黒の部分は成形色で再現されているんですが、ちょっとねアーマーの部分気持ちざらつきがあるこう成形色にしてくれてて、マットな質感をね成形色で綺麗に再現しております。さすがですね。マスクのツヤとこのアーマーのツヤ違うの分かりますか？光に当たってるツヤ、こっちの方がちょっとザラッとしてますよね。いやー、ここまでのこだわり、さすが騒動としか言いようがないです。そしてアンクレットが2つになっていますね。こちらもアメージングマイティしっかり再現されています。シールの部分は手の甲、そしてこの腕輪のね、この金の間のこの黒、ここをシールとなっております。そしてアークル周り、足のこの部分、そして後ろのこの金のラインですね。こちらがシールとなっております。いやー、アメージングマイティね、非常に遊びの幅が広い商品なのではないでしょうか。というのはですね、衝動シリーズ、衝動王第3弾でですね、ガドルが商品化ということで、このアメージングマイティと遊ぶというのはぜひいいのではないでしょうか。とてもおすすめでございます。先ほどね箱にも書いていました、アメージングマイティにはボーナスパーツがついております。こちらですよ、アルティメットフォームダークアイバージョンの
ヘッドですよね。こちらも付いております。こちらボーナスヘッドなので、この後ろの部分、この金の部分シールとなっております。見てください。ちゃんとね、黒差別化されてるんですよ。メタリックブラック。目の部分はメタリックブラックで、この成型色の部分とこう分かりますか？違いますよね。再現されてるんですよ。これも絶対持っとくのおすすめですね。ということなんで、これをね、アルティメットホームに付け替えてみたいと思います。もう付け替え方は本当に簡単。この部分を取る。そして、付ける。はい。もうこれになるだけで全然もう、雰囲気変わりますよね。まがまがしい雰囲気になっちゃうんですよ。なってはならない究極の闇ですよね。はい、ということで、最後5番6番仮面ライダークーガグローイングフォーム紹介いきたいと思います。はい、こちらね、白の部分成型色で再現されております。そして、シールはこの足の部分、そしてアークル周りで手の方ですね。こちらがシールとなっております。やっぱりシール非常に少なくてすぐに完成した印象ありました。グローイングフォームね、私もとても好きなフォームなんですけど、ちゃんとオレンジの目のメタリック部分でに再現されております。サムズアップもついているんでね、ギノガ戦で倒した後に一条さんにしたサムズアップのポーズ、これも再現することができます。いやーすごいですね。そしてグローイングフォーム、なんとボーナスシールがついております。どのようなボーナスシールかというと、グローイングフォームギノガ戦で、3連グローイングキックした際の最後の一発、この時に足だけがマイティになるんですよね。その足用のシールも今回ついております。すごいですね。 A って書いてる部分ですよ。このシールもついているので、もしグローイングマイティキックで飾りたいなっていう方は、このシールを貼って再現してみてください。ということで、全種類ざっと紹介させていただきました。ですね、それでは、少ないですが、それぞれ細部が見れる写真の方を公開していきますので、ぜひゆっくり見てみてください。ポージングや写真を撮影する際の参考にもしてみてください。それではどうぞ。
はい、ということでいかがだったでしょうか。ですね、写真の方でソードクーガの、ね、魅力を伝わっていればなと思っております。ですね、仮面ライダークーガソードシリーズね、まだまだ続くということで、現在ねプレミアムバンダイで、トライチェイサー2000&ウォーラムセット発売しております。こちらもねクーガを楽しむ上では絶対欠かせないセットだと思うんで、ですね、皆さんもねぜひチェックしてみてください。本日情報が公開されました。ダグバゼバが総動化することが決定したということで、アルティメットフォームぜひ皆さん買って、今後発売するこのダグバと一緒にね殴り合うシーンを再現するのはいかがでしょうか。ぜひね今のうちアルティメットフォームを購入してダグバに備えてみるのもいいのではないでしょうか。メタベルトもちゃんと付属しているんでダグバとの決戦しっかり再現できると思います。すごいですね、ソードシリーズの勢いは全然止まらないですね。このままね個人的にはビートチェイサー2000が好きなので、ソードでもビートチェイサー2000発売してほしいなという気持ちもありつつ、本日の動画はここまでとさせていただきます。本日の動画よろしければチャンネル登録、サムズアップの方よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。チャオ。よう、モモタロスだ。チャンネルライダーヒロの動画面白かったか？だったらチャンネル登録してけ。ああ、口が悪いって？へっ、生まれつきなんだよ。じゃあな。